ルーイ県は、太陽国、東北部にある県の一つ。ノーンカイ県、ウドーオンターニー県、ノーンブワラムプー県、コーン県県、ペッチャブーン県、ピッサヌローク県と接し、ラオスとの国境を有する。県は低い山に囲まれており、県庁所在地は、肥沃な土地にある。県を流れる川は、ほとんどがメコン川に流れている。このメコン川は、 ラオスと県の境界線ともなっている。4月には摂氏40度以上の猛暑となる一方で、12月には0度を下回ることが毎年あるというとの県には見られない特徴がある。雨季はおおよそ4から10月で8月前後に激しく降ることがある。1853年に文句島によって国境民族調査が行われ、 現在の県地域を開拓するため県庁所在地、ムアンルーイを設置したことに歴史が始まる。1907年に県として正式に成立した。現在のルーイ県の住民はタイルーイ族と呼ばれ、もともとはアユタヤ王朝の時期にラオスのルアンパバーンとビエンチャンから移住してきた人々の末裔と言われる。タイカ第五族のサブグループの中でも少数派に属し、2000年時点で の人口は約2万5千人ほどである。ラオスとの文化的な交流があり、床柱をレンガで組むなど、対意識住居と呼ばれるタイの中では、珍しい形態の住宅形式を持つ。検証券は14の群に分かれ、さらにその階に89の町と840の村がある。ありがとうございます。